<laughs> 日本維新の会の高木香織です我が党は限られた時間の中で国民生活に関わる国会審議を前へ進めていきたいというスタンスで本日も質問に臨みたいと思いますそれでは本日日本の知的財産政策についてお尋ねをしてまいりたいと思いますバブル経済崩壊後の1990年代よく失われた10年と呼ばれておりましたが 2000年代に入ってからも、日本の経済成長は、1970年代、80年代、それに比べて緩慢なものにとどまっておりました。バブル崩壊後、露呈しました銀行の不良債権問題や、企業のバランスシートの痛み、まあ、そういった問題は基本的に解決していたにもかかわらず、経済成長はバブル崩壊以前の水準に戻らなかった。 こういった状態でした。そこには不良再建問題やバランスシートの既存、こういった問題だけではなく、構造的な問題があったのではないかというふうに考えております。バブル崩壊後から今日まで、既に失われた20年となってしまいました。このように言われるのには、技術,技術流出による国府の損失、産業競争力の低下、こういった要因も無視できない要素として、 影響しててきたのではないかと考えております今後、日本経済が再興するためには、こうした技術流出による負の影響は、絶対に回避しなければならないと考えております。世耕大臣は、バブル崩壊後の日本の産業競争力、経済の国際競争力と技術流出の問題を、どのように分析され、そしてまた今後、 どのようにこの分析を活かしていこうとお考えでしょうか。ご所見をお願いいたします。経産大臣 あのやはりですね、産業競争力確保の観点からは、えー、この技術流出というのはしっかり防止をしてですね、我が国企業が開発した技術というものは、我が国企業がしっかりと活用していく、こういう体制を整えるということがあの非常に重要だと思います。あの技術の流出防止と産業競争力というのは密接に関係していると思っていますあの。今の法律の中ではですね、いくつかの法律で技術流出を止める仕組みがあります。これまさにえー この何年かの間にですね強化もされてきているわけであります。まず一つは外為法であります。これはあの厳密安全保障上の機微技術を守るというのが、まあ、主目的であるわけですけれども、これが平成29年10月に改正外為法というのが施行をされましてですね、特に 安全保障上の機微技術に当たる場合にはですね、厳格な管理を行う目的で、輸出管理の罰則強化ですとか、あるいは、体内直接投資における事前届出が必要な業種の拡大などを行いました。またもう一つはですね、不正競争防止法というのがあります。ここではこの営業秘密というのを規定します。これ、名前は営業ですけれども、技術の秘密も入っています。この営業秘密に該当する場合は、その不正な取得や使用など などに対しては、民事措置と刑事措置が適用されるようになっています。で、これも平成27年に一度、強化をされまして、営業秘密の保護強化を目的とした法改正が行われてまして、海外で使用を目的とした不正な行為を、罰則をまあ重罰化するという規定を導入をしています。そして今国会もですね、今、経産省、参議院の経産委員会で審議をいただいている、産業競争力強化法の改正ではですね、 企業が確実に守るべき技術などの情報の適切な管理にかかる認証制度といったものの導入をです、ね、入れさせていただいております。いずれにしてもこういったもので、重層的、多角的にです、ね、企業の秘密、技術というものを守っていかなければいけないと考えています高木君え。ありがとうございます まあ、ご答弁にもございましたように、三、まあ、つの法律、この経産省は三つのパッケージで、えー、日本の産業競争力、経済の国際競争力を強化し、まあ、守っていこうということであったかと思います。まあ、その一つ、先ほどもおっしゃっていただきました、平成二十七年の 不正競争防止法、いわゆる不況法の改正、これは営業秘密、侵害行為に対する抑止力の向上を目的としたもの,でものであるかと思いますが、まあ、これは産業界からの要請も強かったと承知しております。まあ、同改正法は平成28年1月1日施行され、2年と数ヶ月が経過したところでございますが、その改正後、技術流出や産業スパイという視点、 また観点から評価した場合、まあ、期待されたとおりの効果が発揮されているかどうか、まあ、これ非常に検証することは重要だというふうに思っております。改正時の参議院経済産業委員会の付帯決議には、関係省庁間及び官民の緊密な連携を図るとされております。この付帯決議を踏まえて、改正法の施行後、 具体的にどのような取り決めを行って、どのような効果を上げてきているのか、また、併わせて付帯決議には、捜査当局においては、的確かつ迅速な取り締まりを行うために、まあ、従前な体制の強化、充実に努めるとされておりますけれどもえ、今、全国の警察では、産業スパイ事件を捜査するポストが新設されたと。 こうしたポストが新設され、営業秘密の主管である経済産業省とはどのような連携を図っているんでしょうか、お聞かせください木村大臣官房審議官、えー。お答え申し上げます。 先ほど大臣からもご答弁させていただきましたが、相次ぐ営業秘密漏洩事案などを受けまして、平成27年に営業秘密の保護強化を目的とした不正競争防止法の改正を行ったところでございます。具体的には第1に、営業秘密侵害罪の罰金額の上限を引き上げさせていただきました上で、第2に、海外で営業秘密を不正使用した場合に、通常より高額な罰金額の上限を設定する海外重罰化などに関する規定の創設を行ったところで ございますそのご審議の際にいただきました付帯決議を踏まえまして、例えばでございますけれども、取締り体制の拡充強化や、捜査当局における迅速な取締りといたしましては、全国47都道府県警察におきまして、営業秘密保護対策官を指定していただいたことでございます。 次に、抑止力向上のための関係省庁間連携といたしましては、警察庁などの関係省庁や、産業界との情報共有を目的とした、営業秘密官民フォーラムの開催をしております。 またあの、普及啓発、周知徹底といたしましては、えー、警察庁や全国の都道府県警察と連携した、えー、実務者向け説明会を開催いたしますほか、えー、営業秘密の管理に関する分かりやすいハンドブックや、えー、手引きを作成、配布しているところでございます。 さらに中小企業の漏洩防止対策に向けた相談体制の強化といたしましては、独立行政法人工業所有権情報研修官、略称インピットでございますけれども、ここにおきまして、東京に営業秘密知財戦略相談窓口を、大阪に関西知財戦略支援専門窓口を、そして四十七都道府県に知財総合支援窓口を設置いたしますなど、企業向けの相談体制を整備する。 の取り組みを行っているところでございいます、えー、いずれにいたしましても、中小企業を含めた多くの企業の方々に法令に対する理解を深め、えー、自主的な管理を強化していっただくことが重要であると考えておりますので、えー、経済産業省といたしましては、今後とも、えー、関係省庁、機関との密接な連携のもとに、被、えー、業秘密の保護の重要性について、えー、周知徹底に努めてまいりたいと考えてごござざいいまます以上でございます高木君。 改正法の成果でしょうかまあ、今大きな情報流出事件というのは発生していないように思いますましかしながら時代の変化に伴いましてまあ、情報流出の形態も変革してきていますしこれからも変化するだろうということでぜひともしっかりとやっていただきたいなと思います時間の都合上ですね、一つ通告の質問を飛ばさせていただきまして話を少し変えまして先ほどご答弁にもありましたインピットの件 でございます工業所有権情報研修官、まあ、インピットが全国47都道府県で運営する、知財総合支援窓口で営業秘密管理を説明した中小企業に聞き取り調査をしたところ、7割弱が管理規定を整備していないことが分かったと、昨年9月8日の日韓工業新聞が報じています。 この管理規定を設けないと技術、技術や製造ノウハウが意図せず流出しても、不正競争防止法で守られないといった懸念があるために、インピットは営業秘密管理に関する集中的なプッシュ型支援を実施して、まあ、重要性を訴えると、まあ、同記事は報じているわけなんですが、まあ、どのような取り組みを行い、何か改善は図られたのか、経済産業省にお伺いをしたいと思います特許庁、小山総務長。 お答えいたします今、ご指摘のありましたように、日本の中小企業は、えー、日本の経済、非常に重要な役割を果たしておりまして、特許庁といたしましても、これらの中小企業の知的資産、知的財産の活動を支援するということは非常に重要だと考えております。今お話のししありました、えー、インピットと特許庁は連携しながらです、ね、その中小企業の、えー、に対しての各種の支援を行っております。具体的には知財には関する情報提供 国内外での権利、取得活用に関する相談支援、関連人材の育成というのをやらせていただいておりますが、そのうち今、お話のありました、営業秘密等につきましては、特に近年、あの自分のところの、自分の会社の技術のうち、何を特許出願して、権利として取得するか、また何を特許出願せずに、営業秘密として非保持するべきかという判断につきまして、さらには営業秘密をいかに管理するかということにつきましての相談をたくさん、多数いただいております。 そのため営業秘密の人間に関しまして専門家からアドバイスを無料で受けられます営業秘密財戦略相談窓口というのを平成27年2月に設置いたしました既に29年度だけで相談日席400件を超えております特許といたしましては今後ともこのインプットと連携しながら中小企業の知代の関連活動に関しまして積極的に支援してまいりたいというふうに考えております高木君 ご答弁ありがとうございました。まあ、中小企業と一口に言いましても、まあ、様々でございまして、インピットの窓口まで相談に行く余裕のある企業となかなかそこまで行かない企業があるかと思います。まあ、しかしながらですね、中小企業では実験データや顧客情報、 価格情報など、そういったものに限らず、工場での設備、配置、金型、試作品、まあ、こういったものも企業のまあ重要な資産であるわけです、まあ、取引先の求めに応じて提供した情報を盗まれたりですとか、従業員が退職時に持ち出したり、まあ、こういったようなトラブルも多いというふうに聞いております。まあ、特許出願して内容を公開すすするる代わりに独占することは有効ですけれども 他社に模倣されていることが分かりにくい技術、こういったことはやはり自社で守る必要があるかと思います。まあ、ぜひさまざまな場面でですね、インプットが中小企業の支援となっていただくようにお願いをしておきます。 え最後になりますけれどもこのインピットといえば先ほどもご紹介をいただきましたけれども近畿地方に所在する中堅中小ベンチャー企業の知的財産の保護活用を支援するインピット近畿統括本部インピット関西がですね昨年7月末にオープンしております近畿地方の中堅中小企業は同本部に対して大きな期待を寄せているわけですが経産省としてはこのインピット関西に今後どのような機能や役割を 期待してえ近畿地方の中小企業にどのようなメリットをもたらすと考えていらっしゃいますでしょうかまあ、オープンしてまだ半年ですけれども審査官がそちらのインピット関西に常駐しているわけではなくてまあ、特許庁の方から第1第3金曜日にまあ、審査官が派遣されて出願者と直接面談をして審査する場を設けているとまあ、そういったいうふうに聞いておりますまあ、審査官を常勤にしてほしいですとかもっと近畿の知財施策に 本腰を入れてほしい、まあ、そういった声もお聞きしますけれども、そういった点についてもお聞かせください小山総務省長。ただいまお話がありましたように、インピット関西は、近畿地域の拠点として、昨年の7月に開設をいたしました、えー、近畿地方の各府県に設置されております、知財総合支援窓口の取りまとめ、それぞれの窓口は対応できないような、 高度な相談をはじめ、中小企業の知財に関する、知財活動に関するワンストップ支援を行っております。えまあ一部お話もございましたが、同本部には、知財戦略をアドバイスできます専門家4名を常駐させております。それ以外にも、東京の審査官が主張している面接のほか、ユーザーの方が審査官と同等の専攻技術の文献の調査を行うことができるような端末も設置させていただいております。利用状況もこの半年でありますが、 えー、多くなってておりまして特に出張面接審査につきましては、えー、558件ということで、これ、全国の出張面接件数のすでに約4割を占めているというところでございます。えー、さらに活用し,てい,くためにしいていただくためにはです、ね、やはり私たちも、えー、より一層知っていただくと、就職の方に知っていただくことが必要だというふうに考えております。えー、そののため、えー、大阪府等の自治体弁理士会さらには金融機関 中小企業の団体ともですね密接に連携しまして、さまざまなセミナーやイベントというところで、インプット開催を周知してまいりたいと思います。今お話にありました審査官につきましては、4名の今、常駐しております専門家おりますが、 審査官をです、ねまあ、それぞれ置くということにつきましては、審査官、いろいろ自分たちの非常に詳しい専門技術というものがあるもの、専門分野というものがあるものですから、まあ、特定の審査官をそのインピット監査に置きますと、まあ、多くの分野でご質問いただくものですから、適切な対応を行うことが難しくなるんではないかということも懸念しております。ただ、いずれにしろ、出張面接審査とか、テレビ面接といったものを活用しながら、中企業の方のご要望に応えてまいりたいというふうに思っております。いずれにしろ使われる方のご意見を伺いながら インピット関西の事業を通じまして、えー、中小企業の資材活動をしっかりと支援してまいりたいと、こういうふうに考えております高井君え時間が参りましたので、本日は終わります。ありがとうございました